はできるかどうか、これからしっかりと見せていきたいと思います。今日は5月25日木曜日です。甲子園記念日です。ETC カードが挿入されています。ネタ作っちゃえばいいんじゃないかなとか、大バズりする可能性もありますし、だ彼はやっぱりその今まで本当にいろいろなエピソード聞いてます。僕も本当にあのちょっと住む世界が違うかなとも思ったんですけど、でもやっぱり何か音楽家同士ってやっぱりそこで浸透すればスパークする可能性も秘めてるって僕は思いますよね。大雑把、大雑把、そうですね、結構細かいこと気にしない方ですかね。あとは連絡をしなくても怒らないという部分はどうでしょう。もともとその連絡しないキャラっていうのが分かってたら、まあ、いつものことやなで受け取れるかなっていう感じですね。健康的でちょいエロいくわ。いや、ご本人おかしいでしょ。いや、上から順番に呼んでたら飛ばしてください。いや、上から順番に。これは私からよろしいですか。じゃあ、あのご本人がね、私健康的でちょいエロいんですってわけにはいかない。武井さんが言うのもおかしいですよ。あ、そうか、なんで知ってんの。違う違う、動画をね、ご覧いただければわかるんですけど、健康的に本当に素敵なこう感じでピアノをわらわらわらって弾くんですけど、色っぽいんですよ。その動画ちょっと色っぽいんですよ。それにちょっとおっと思ってコメントしちゃったっていう私のあの経験もありますから。なんやそれは。キモいな。キモくはない。でもやっぱ素敵だな、の中にはエロいなとかありますかね。そういうほんのりとしたそういうお色気も、あのお持ち、元来お持ちだと思うので、もちろんでしょ。だからぴったりだと思うんですよね。家族は大事にされてますか。家族大事にしてます。はい、親御さんともなんか仲いいです。はい、あとあの、え、あの関西弁ですか。そうなんです。なんかそれがなんかちょっとうわドキッとするというか。京都なんですよ。やっぱそうっすよね。はい、どちらですか。僕大阪なんで、はい、だからなんか関西弁同士なんか合いそうって今ちょっと思っちゃった部分は。ちなみに松尾さんはどういう人がタイプとかありますか。そうですね、今のうちに正直に言うとそうよ。結構私あの耳が敏感なので、あんまりずっと喋られてると疲れちゃうかなっていうね。ずっと喋りますもん。お耳汚しですよね。そうなんです。だから無音が一番最高なんですけど、最悪声質とかが嫌じゃなければ受け入れられるんじゃないかなと思って。あ、どう。確かに声質は大丈夫です。クリアです。はい、本当ですか。なんで言うさそうなんですか。いや、ほらもうなんかちゃんとしてあげないと。ちゃんとっていいっていいって言ってますよ。フォルテが多すぎますよね。フォルテがね、学校親父
って言うてたからよっぽどうまいかなと思ったら、松尾さんいかがでしょう。ちょっとピッチ悪かったです。なんやねん、テンポまで悪いから音程だけじゃなくて、取れって言われたからだるい感じで取ってんの。違いますってそんな裏感を全部言うんすかさあ、それでは続いてぴったりさんに撮ってきてもらいました休日 Vlog です。こちら、あ、なんやこれは。なんだアルファベット、やっほー